さあ続きまして、調理系きました。自動ネギ切り機、はい、うどんを食べようと思ったネギがない、またいらっしゃい。包丁とまな板を使うのはもっと簡単にネギを切るから、包丁とまな板よりも簡単に切るネギ切り機を使うですね。洗うのがね、包丁とかめんどくさいんでね。あ、そうですね、これ作る方がめんどくさいですけどねモーターと、モーターとソレノイド、そしてソレノイドの先端にはこれカッターの形ですね。ここに、はいはいはい、鋭いカッターの刃がついてます、うん、で、青色 LED が点灯、点灯してました。モーターが回して進めるんですね、ネギ。そうですね、ネギをこうモーターによって先へ送り、緑色の LED がつくと、このソレノイドがカツカツとネギを切断していくという、うん、ですね、はい。実際に切れるんでしょうか、これは。切れる、はい、切った、あ、切ったんですね、うん、細ネギ5mm 以内、はい、ちょっとちっちゃいながらネギを入れる。そうするとスイッチオン、穴からネギが出た。あれ、出ばいな、ね、この時点で完全にうどんは伸びてますこれはね、あれ、おしまい、おしまいです。あ、出た、これちゃんと作ればいいかもしれないですね、これ。これね、業務用はもっと効率がいいと思いますけど、ちゃんとそれは業務用でいけるかもなと思いますね。素晴らしいですね、これ。ねえ。